2023年7月21日、ミッションインポッシブル・デッドレコニングパート1が日本で公開され、公開初日から話題となっています。主演を務めるのは今年61歳となったトム・クルーズ。知る人ぞ知るハリウッドスターです。数々のヒット作に出演し、日本でもファンの多いトップスターであるトムですが、2022年に彼が出演した映画がファンをざわつかせました。一体何があったのか詳しく見ていきましょう。誰もが一度はその名を聞いたことのある大スタートム・クルーズ。1996年から始まったミッションインポッシブルシリーズの主役を務め、他にもバニラスカイやマイノリティリポートなど数々のヒット作に出演しており、中でもミッションインポッシブルは今年新たなシリーズが公開されていて、まだまだ現役でアクションを演じる実力派です。端正な顔立ちで女性関係も派手な印象のトム・クルーズですが、実は幼い頃から学習障害の一種であるディスレクシア、失読症を抱えていました。読み書きが苦手で台本が読めず、周りのアシスタントに読んでもらい、全て暗記するという方法で撮影に挑む日々を送っていたといいます。しかし読み書きの障害は理解力にも支障をきたしてしまいます。当時22歳だったトムが出演したトップガンでは、海軍飛行士の役を演じるために戦闘機の操縦理論などを学びましたが、彼には理解が難しく苦しみました。しかしロン・ハバードという教育者が創設したサイエントロジーに入信し、ハバードが開発した勉強の技術を実践することで、見事障害を克服することができたのです。自身の持つ障害を克服するということは並大抵の努力ではなかったと思います。彼の努力的な一面はこれだけにとどまりません。トム・クルーズはアクション映画に多く出演していますが、スタントマンは使わず全て自分で演じています。そのためパイロットの免許やヘリコプターの免許、モーターボートの免許など様々な免許を取得し、撮影に挑んでいるのです。特にミッションインポッシブルシリーズは派手なアクションで有名ですが、全てトム自身が撮影しており、アクション俳優としての高いプライドがうかがえます。またアクションだけでなく、映画の役に入り込むためにビリヤードを練習したり、ドイツ語を学んだりと徹底的に努力をする一面を持っています。まさに努力の人と呼ぶにふさわしいトムは、自身の障害を克服した経験から、障害をテーマとした映画レインマンやデイズオブサンダーにも制作主演を果たしました。また幼少期は決して裕福ではありませんでした。その時の苦労を忘れないトムは子供たちを支援する活動も行っており、恵まれない子供たちにおもちゃをプレゼントしたり、子供への医療や教育の分野での改革を働きかけているなど、慈善活動も行っています。この活動は世界中から称賛を受け、特に教育現場や子供たちに関係する組織から称えられました。そんな彼は実は大の親日家として知られています。来日回数は他の俳優よりもはるかに多く、日本の空港に降り立った際のファンサービスはとても長いことで有名です。時には炎天下の中でも2時間以上のファンサービスを行い、笑顔で対応するなどファン思いな姿を見せるのです。東日本大震災の後は多くの海外有名人が安全面などの理由により来日を見合わせていましたが、トムは当時公開予定だったミッションインポッシブルシリーズのプロモーションのために来日しました。危険を顧みず来日した理由を聞かれた彼は、日本にいるみんなを勇気づけたかったと話しており、日本人ファンを感動させました。さらに彼は被災地にも行きたいと同行スタッフに話していましたが、スケジュールの関係で時間を取ることができず断念した経緯がありました。その代わりに後日被災者の方たちをミッションインポッシブルのジャパンプレミアに招待し、これには被災地のファンはもちろん日本中のファンがトムに感謝し、彼の思いに元気づけられました。これだけでもトムが日本を大事に思ってくれていることがよくわかりますが、彼の日本好きはこれだけではありません。ハリウッドのトップスターが来日したとなれば、ニュース番組で取り上げられたり、雑誌のインタビューを受けるでしょう。しかし、トムはそれだけにとどまらず、バラエティ番組やトーク番組、野球の始球式まで、日本の有名人なのかと勘違いするほどに様々な番組やイベントに登場。共演したアイドルや芸人にも気さくに接し、笑顔で楽しそうに出演するなど、来日のたびに好感度を上げています。さらに驚くべきことに彼は、映画撮影の際も日本人のことを考えていたというのです。その事実が明らかになったのは2017年に公開されたバリーシールアメリカをはめた男の監督であるダグ・リーマンへのインタビューでした。リーマン監督の話では、トムはこのシーンは日本でどう受け止められるか、
ここに字幕が入ることを考えたら、このシーンはこうした方がいいのではないかなど、日本人が見た時のことを常に考えて意見を出しており、時には脚本を修正して撮影に挑んでいたといいます。その姿から監督は、トムが常に日本のファンサービスとの関係を大切にしており、幾度となく来日している彼だからこその気遣いであると感じたのです。そんな彼が出演した映画が、ハリウッド映画界の常識を覆す決断をしたのです。その映画とは、1986年に主役を務めたトップガンの続編であり、2022年に公開されたトップガンマーヴェリックです。この映画でトムが着用したジャンパーには、一作目と同じ米国旗と国連旗、日照旗、台湾の国旗が描かれており、これが中国を大いに怒らせる原因となったのです。どんな描写があろうが通常ならば自由のはずですが、映画もビジネスです。ハリウッドは世界第2位の経済大国である中国市場を意識するあまり、最近では中国に忖度をする映画ばかり作ってきました。中国の意見を多く取り入れ、時には中国批判をしたハリウッドスターを追放してまで中国に取り入っていたのです。そのハリウッドが中国と対立している台湾の国旗を描いたという事実は世界中を驚かせました。そしてそのジャンパーを映画の中で着るトムは、台湾の国旗を外すかどうか議論される中、一作目と同じ台湾の国旗が入ったジャンパーを着るべきだという姿勢を崩さなかったといいます。このジャンパーを見たアメリカのメディアは、ハリウッドの映画会社の一部の経営陣が中国の検閲問題について新たなページを開いたと称賛しました。また台湾メディアは、ハリウッドは金儲けよりも表現の自由を選んだと大きく報道し、ハリウッドの英断に拍手を送りました。各地で称賛の声が上がりましたが、当然中国は怒り心頭です。その証拠に世界各地で上映され大ヒットとなったトップガンマーヴェリックは、中国では公開されませんでした。それどころか、アメリカ映画業界は中国文化にもっと敬意を払うべきだと中国の政府高官が発言し、怒りをあらわにしているのです。さらに中国共産党中央宣伝部の副部長は、アメリカ映画の品質が中国の文化や慣習に対する敬意、観客の態度といった点で今後も改善していくことを望む、より良い映画、中国の観客の好みにより合う作品を制作する国ならどこからでも輸入すると記者会見で述べました。多くの中国人ネットユーザーがこの意見に賛同し、中国に見捨てられたらハリウッドは終わりだ、もっと中国人好みの映画を作るべきだという意見が多く見られました。中国で大批判を浴びたトップガンマーヴェリック、しかし世界各国の反応は中国とは対照的であり、ネット上では、ハリウッドが今までの悪しき風習から一歩踏み出した、もう中国の顔色は伺わないと清々しい意見が多数寄せられました。近年のハリウッド映画は中国に忖度することを優先してきたために、映画自体の評判もあまり良くありませんでした。しかしこのトップガンマーヴェリックの勇敢な一歩によって、ハリウッド界がいい方向に動き始めています。結果的にこの映画は大ヒットしており、中国人は政治的な理由により見る機会を失ってしまいました。実は中国ではこの映画の他にも政治的な理由により数々の映画が上映禁止となっているのです。自由を求めて反乱を起こすストーリーが中国人を触発する可能性を懸念し NG となったアバターや、カルトや迷信をほのめかすとされたゴーストバスターズ、同性愛を描いた君の名前で僕を呼んでなど、日本でも大ヒットした映画が検閲に引っかかり、中国では見ることができません。中でも驚く理由で上映禁止になったのが、プーと大人になった僕です。この映画はディズニーが手掛ける人間ドラマであり、おなじみのプーさんたちキャラクターが登場する心温まる物語、政治批判などの問題のない映画ですが、中国のトップである習近平国家主席がプーさんに似ているとネット上で噂されたために上映禁止となってしまったのです。このとんでもない理由に中国のディズニーファンは果たしてどう感じたのでしょうか。中国に忖度せよ、中国人好みの映画しか受け入れないという姿勢を崩さず、表現の自由を奪う中国、その結果世界各国で大ヒットとなった映画を見ることができず、自国の国民が世界から取り残されてしまっています。その事実に中国政府は気づくことができるでしょうか。日本ではどのような描写があっても基本的に公開禁止となることはありません。そのおかげで様々なジャンルの映画を見ることができ、素晴らしい映画を世界各国と共有しています。
映画はビジネスですが、エンターテイメントでもあります。何の忖度もなく自由な表現で映画を作ることが普通になれば、もっと世界を驚かせるような作品が登場するかもしれませんね。今回のお話はここでおしまいです。この動画が面白いと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。